到着。おはようございます。怒涛の朝でですね、皆さんにどこからお伝えしようかというのは今すごく迷っているところなんですけれども、まず初めにですね、関西 MDC に武田が出場するというところで今長居公園の方まで到着しました。そこまででしたらね、普通の内容かなっていうのを皆さん思うと思うんですけれども、怒涛の流れが実はありまして、まずなぜ MDC 出るか。 MDC といえばね、800から1000ミドルディスタンスの試合があると思うんで、武田がその試合に出るわけじゃないんですよ。僕はミドルディスタンスには出ません。一番出たくないです。競技の中で一番過酷だと思ってるので、皆さんご存知だと思いますが、 M35 のマイルリレーの世界記録チャレンジ好評でして、2年連続10万再生を超えてるということで、本当にありがとうございます。おじさまたちの熱いチャレンジ精神からこう生まれてますから、見てくださる皆様と挑戦してるおじさまたちをこう取材できる僕が本当にありがたいなとポジションでこうおりますけれども、それはね、前回5月上旬にあった静岡国際で出てたんですけど、今回ねその MDC にマイルをその実施するということで、そのおじさまたちがチャレンジします。また改めて3ヶ月後だね、今ね、約ね3ヶ月経った今、この MDC の場を借りて大会を企画してる横田さんの多分権力を使ってね、ねじ込んでしまえと今回も実施できるというところなんだと思うんですけれども、今回僕取材に来たってところもあるんですけれども、まあ、その世界記録チャレンジ、それを今回僕がライバルチームとはちょっと言い過ぎですけど、サポートさせていただく形になりました。今さ、長居公園ついてさ、こうやって歩いてんだけどさ、サブじゃないのかな。さすがにサブだよね。なぜそんなのもわからないんだ TKD と皆さん言いたくなると思うんですけれども、ちょっとそれは一旦置いときまして、世界記録が少しでも出るようにと、多分お兄さんたちしか走んないんだよね。おじさまたちしか走んないから、もう一組ぐらい、まあ一緒に走った方がタイム出る精神じゃないけど、その枠で出ますというところになります。それで今長いスタジアムに来てるんですが、皆さん聞いてくださいよ。本日8月17日なんですが、8月16日ですね、関東から東海地方に向けて台風来ましたよね。台風何号か8か9か10かちょ、僕も存じかねますが、それの影響で16日、8月16日が新幹線ストップしたじゃないですか。あっ、すげえ、メインでやるんだ。俺サブかと思ってた、ずっと。で、僕はどこに行けばいいかちょっとわかんないんですが、多分これ動画回さないで多分すぐ行った方がいいと思うんで、まあいいか。そう言っといて、台風の影響で16日に前日入りする予定だったんですけども、運休ということで前日入りできずに、もしかして武田走れないんじゃないかと。まあね、なんでしょう、サポート役なので必須ボーイじゃないというか、周りのみんなもこうめちゃくちゃわせわせ慌ててる内容でもなくて、僕もちょっと内心ね、皆さんお伝えしてるところもあると思うんでわかると思うんですが、状態が状態なのでいいパフォーマンスができないなと思ってたので、ちょっと内心安心してるところもあるんですけど、みんなと話してると、17日本日ですね、東京の始発の新幹線に乗れば集合時間の9時20分に間に合うぞと。9時25分でちょっと5分遅れているところなんですが、まあ、それは僕がカメラを回して今こうなっちゃってるっていうところもあるんですけど、今日の始発で来ました、東京から新幹線に揺られながら。ありがとうございます。グイグイってこう今中に入っている状況なんですが、長いスタジアムに足を踏み入れるのは僕初めてでございます。ありがとうございます。あ、こんにちは。すいません、どこ行けばいいってか分かりますか。あ、どこ行けばいいとか。本当ね、はい、どこだ。操縦もまだ決まってないので、そこの場で決めてとか言って向こう、ありがとうございます。向こう、奥、向こうの右側、右側の奥行ったら、ありがとうございます。あ、かしこまりました、はい、今ちょっとお話出たんですが、そうです、操縦も決まってないと。本当にパッて来て11時に出走なんで、とんでもないですよ。ありがとうございます。こんにちは。なんかカメラアップグレードして儲かってんじゃん。いつもちょっとセリツから危ない。今草野さんの住所が映ってるんです。めちゃくちゃいい。いや、ダメです。ダメです。おはようございます。おはようございます。こっちが僕は主で来てるんで。取材の方が主なんで。これね、超心配だったよ。あ、僕ですか。ええ、俺が。ああ、すいません。僕も心配してくれてるかと思って。してない。あ、してない。一切しない。そういうのしないの。ちょマジで今決める。ああ、じゃないですよ。お兄さん、僕今操縦決まったらしいんですけど、アンカー勝負かもしれないです。アンカー勝負。はい。僕前いたら200まで引っ張ります。頼むわ。気持ちよく垂れてくるんで、お兄さんが気持ちよくビルドできるように。お願いします。まあでもまあ一応勝負でもあるんで。まあまあまあそうですね。はい。頑張りましょう。すみません、よろしくお願いします。します。チームメイトの本田です。はじめまして。はじめまして。テポコです。テポコ。俺のチャンネルだと滑るかもしれないから気をつけて。プロジェクトさん。プロジェクトだ。下の名前で呼べていない。プロジェクトさん。下の名前で呼べていないって。みんなアップに行くの？いやいや。何しに来たの？いやいや。ついてばっかりで。ありがとうございます。高橋さん来ましたよ。ついに来ましたね。来ました。
ましたよ。やるしかないっす。やるしかないですか。大西さんのアシストします、ね。アシスト。ますよ。大西さん今までの恩を今日返す。世界記録っていう形で。生産しに来た。生産しに来ました。これから僕もウォーミングアップのため始まるっぽいんでしていきたいなと思います。わ、出た。出た出た出た。見たい見たい見たい。デモコね。マジでデモコじゃんお前。わ、いかつ。すげえ。いかつ。なんか普通のやつより2000円ぐらい高いもんね。なんか変わんのかね。なんか、うん、エアーが追加されたみたいです。ほんと？もともと。ダッシュで行こうぜ。皆さんアップに行ってしまいました。で、今ゼッケンをもらいました。9時40分ぐらいなんですけども、僕ですね、まだ朝ごはんを食べておりません。今回、じゃじゃん。これを見て、あって思った方いらっしゃいますよね。パリオリンピック、女子やり投げで優勝した北口選手が投擲の合間にセクシーポーズでこれを食べてたっていうことがSNS でも話題になりましたね。まあやかりましょう。本当にカステラはエネルギーしっかり取れて消化がめちゃくちゃいいので体に優しいらしいです。皆さんも一緒にね、北口選手にあやかりましょう。前座でね、今回我々マイルを走らせていただくっていう流れになっておりますが、何でしょう、お兄さんたちもね立てなきゃいけないっていうのもあるんだけど、やっぱライバルなんですよね。さっきも話しましたけど、僕の目標タイムというか展開によるんですけども、本当に大西さんを引っ張れるような展開になったら前半23秒くらいで引っ張ってそのまま消えていくっていう流れになると思うんですけど、まあ、マイルはですねちゃんとしっかりするの初めてでして、やっぱマイルラップですとやっぱ1秒ぐらい速くなる計算なんですよね。全体としては11秒3ぐらいの力でやると、 100m の力が11秒3ぐらいですので、やっぱ25秒を切るぐらいが前半のちょうどいい入りなのではないかということを考えると、25-27の52秒引く1なので51秒ぐらいかなっております。信用しないことですね。1年半前ぐらいですね、タム城と勝負した時はフラットの計測で50秒6だったんですけど、その時はねしっかり10秒7で走ってますので、僕は11秒3ですので、そこはちょっと過信しないで、でもその中でも一番狙えるんじゃないかとタイムというところで、ラップタイムで51秒前後あたりを狙っていこうかなと思います。あともう一個やんなきゃいけない。北野さんが俺にくださったマックスぐらい、じゃあマジで今開けました。じゃじゃーん、マックスフライ2初めて開きます。マックスフライ2自体をもう初めて開きます。開いたことがないです。ピンつけないね。ピンバタバタしすぎてる。昨今ね、厚底スパイクがこう流行っててなかなか買えないっていうところでいろいろあったと思うんですけど、転売のあれだなんだっていうことで入荷数とかもすごい増やしてるみたいで、結構いろんな方の手に渡るようになってきたそうです。メルカリでなんか 1.5 倍の値段とかで買うような時代がこう終わってきて、転売屋がこうちょっと涙目になることが多くなってきたようで、良かったです。それは本当に使うべき人のところに手元に届いてほしいですから、正規の値段でね、はい。焦るな焦るな。今度もついてきます。ダッシュで行こうぜ。集中してるフリするのやめてください。前回の静岡もトーク一番多かったのは横田さんです。余計な尺増やすちょっと状態だけお聞きしていいですか。どうですか、いかがですか。普通には走ると。あ、本当ですか。静岡の方が速かったかね。あー、本当ですか。時のかな、スプリントはちょっとやってた。横田さん、今日口数少ないですね。緊張してます。緊張してない。違うか。朝で頭回ってないとか、そっち。朝早い。ああ、そうです。PKG 走んの？走ります、今日。マイル？はい。いや、ワン、いや、無理です。走るんだけど走ります。ようやく最近走った。タム城と一回勝負したことあるんですけど。ああ、はい。あの時は早かったんですよ。50秒目。はい。でも条件も良さそうですもんね。ね。風少なくて。いや、今日一緒頑張りましょうですね。そうっす。はい。誰が取るの？レース。いや、今、さっきツイッターで募集しました。大丈夫だと思うんですけど、ちょっと。ちょっとニアにカメラを出して。いや、それは俺にはできない。頼むと。あ、タイミングがもし合えば。どうやってくれるけど。頼んだら。仕事探してたんです。今日は絶対平気。今日は絶対平気ですから。絶対平気。絶対平気。ダメだったらもう。もう、僕の力不足。坊主します。坊主じゃん。そんぐらいギャンブル。あ、マジっすか。絶対大丈夫。あー、そうですか。じゃあちょっと見つけたらお願いしてみます。本部の多分中に。あ、本当ですか。今、日焼け止め買いに行ってます。帰ってきたんで。まあちょっと本当タイミングがあれば。いやいやいや、タイミングしかない。わかりました。行ってみます。うん。頑張って。こっちの方が緊張する。はじめまして。TKT プロジェクトで YouTube を活動します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません。今ちょうどゆぶとさんと話してまして、今日もしかしたら
ミヤさんにカメラを回すこと、はい、お願いしたらやってくれるかもしれない。僕が今日横田さんたちと勝負するんですけど、お前ら、はいはい、あ、それを私が追ってこういう、追わなくてもいいですし、あのちょうどいい場所で追ってくださる、はい、全然大丈夫ですけど、あの大丈夫かなと思って、はいはい、あ全然大丈夫です、それです、はい、公認だから外でこう、そうですね、やるにはいいんで、はい、いいですよね、はい、了解です。そしたらあの僕スタート前ここにまた戻ってくるので、はい、そしたらこの辺に11時10分ぐらいにいただければ、はい、またもう一度させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご丁寧によろしくお願いします。失礼します。はい、まあ、これだよね、やっぱりミヤにカメラを出して、それ俺にはできない。タイミングがもし合えば、ちょっと見つけたらお願いしてみます。ちょっと本当タイミングがあれば。これこそオリンピアン、日本代表の無駄遣いという形になってます。よろしくお願いします。横田さん、アップ中すいません。行きました。行けた、楽勝だった。めちゃくちゃ優しかった。恐怖だ、恐怖。みんなの知ってるニュースで、あれよかった、ありがとうございます。俺ポーズしなくて、ダッシュで行こうぜ。お疲れのとこすみません。お疲れ様です。いかがですか。これ3回目の取材なんですけど、今日一番辛そうな。まだ気温もありますよね。やっぱこの時期にやるっていうのは、いつも5月ですけど、400m どうですか。やっぱ影響出ます、経験上は。関係ないんじゃない。いや寒いより全然いいと思うし、うん、コンディションの作り方が難しいから。なるほど。言い方を変えれば3ヶ月時間がありましたけれども、どうですか羽村さん。まずどうでした。仕事が忙しいです。もう本音ね、ここでやっぱり本音を言ってたけど、仕事がお忙しかったと。忙しいです。あ、わかりました。まあ、それが答えですね。一応静岡より練習してきたけど、なるほど、静岡の時は右アキレス腱が痛かったんだけど、現在左アキレス腱がバチクソ痛いです。バチクソに。ビクトリーの珍しいスパイク入ってますもんね。もうね、足が耐えられない。ああ、こっちも優しいですか。うん、反発が強いやつだと足がもう耐えられない。なるほど、わかりました。でも本当足には気をつけて、はい、今日頑張ってください。頑張ります。吉田さん、いかがですか。緊張してますか今日は。緊張します。緊張してる。緊張してるんで今。どうですか、3ヶ月時間ありましたけど。静岡の時がちょっと良すぎたので、自分の中で。そうだったんですね。そこにどう戻せるかを今考えてやってきてるんですけど、うん、やっぱり働きながらなんで、ほぼ土日しか練習してないのが、それはもうこの3年4年ずっと一緒なんですけど、はいはい、昨日も一昨日も仕事、もちろん。もちろん。もちろん。昨日は仕事中に今日のこと思ってちょっとあの緊張してる。お兄さん。はい。おじさまたち、暑さで疲れてます。疲れてる、疲れてる。でも俺のスケジュールなんかこの辺出しちゃう。休みなしで。想定外だったわ。想定外ということで、おじさんも緊張していってください。はい、刺激の着陸いきます。いってらっしゃいませ。っていう感じで、皆さんがね、どんどん緊張し始めております。はい、こういう感じでめちゃくちゃ取材してるんで、多分10時50分ぐらいにもう集合なんですけど、あと10分ぐらいしか僕のアップ時間もない。スパイク入って終了。マックスぐらいのなんか感想とかもなし、最後刺激入れて、初週の方へ向かっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。頼むよ。はい、皆さんすいません。わ、なんか素敵な T シャツ着てますね。どうせならちょっと待って、怪しい。あ、なんかアダルティーだちょっと入ってます。アダルティー開いてますね。あ、よかったです。すいません、じゃあ、 あの今日カメラをお願いしていただけるということで、はい、はい、応援してる私を撮るんじゃないんですよね。はい、あっちを撮るんです、ね、はい、撮っていただいて、はい、そうです。自撮りじゃないです、ね、自撮りじゃないです、はい、可能なら自撮り撮っていただいても、はい、でもそれはもう全てニヤさんにお任せしますので、はい、すいません、ちょっと3分ほどお付き合いください、はい、よろしくお願いします。非常に伴って、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。了解です。ありがとうございます。はい、始まります。え、横田さんも撮っていいんですよね。もちろんです。意気込みをお願いいたします。話しかけに、話しかけに。は？調子すんなよ。意気込みを。え、気持ち悪い。金丸くん頑張ってください。私何気に初めてかも、金丸ダンスを直接見るの。自分の試合とかに集中しちゃうから直接見ることはないんですが。おお、おお、金丸くん、初めてだ。さあ、始まりました。スタートした。やばい、リレーワクワクするじゃん。面白いな、リレーとか駅伝って。
ダメだ、あれみたいな。花束自体はいい、最後もう必死だったから、もう全然ダメ。ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。ありがとうございます。本当に。本当にありがとうございました。楽しかったです。あ、本当ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。幸せでした。素敵。両世代頑張ってます。ただや、ダッシュで行こうぜ。3人方お疲れ様でした。ちょっと皆さんのフィードバックの前に、いや、お兄さんに測っていただいた僕のラップタイムがなんと51秒5。どうですか、今日駆けつけて、はい、51秒5はいいんじゃないでしょうか。しかもお兄さんのラップタイムが9秒8ぐらい。まあ何点ですかそれ、お兄さん的に。50点ぐらい。おお、何も成長してないじゃん。監督すいません、指導で50秒だな。じゃあ1秒アップ、編集の状態的にはもうちょいけそうって。あと1秒ぐらいいきましたね。はい、金村さんは何秒アップですか。何秒アップですか。大西が進化した分もらった感じ。高橋さん、ラップタイムいくつだったんですか。51秒5。高橋さんと僕同じぐらいですか。 0.5 違い、あの高橋さんと。今高橋さんのラップタイム上がってくださってます。51秒0。おっ、高橋さんと優勝だったんだ。あのいい走りと 0.5 しか変わんないの俺。え、誰ですか。金丸さんのじゃあサイン入りにしたいんじゃない。やった、11連覇、ちょうど11連覇。おー、すげえ、11連覇の11。その11、どうやって募集しよう。おー、うわー、ガチガチだ。ありがとうございます。欲しい方は頑張って僕に連絡してください。11連覇の11ですよ。消し去りたい試合ではなかったことに。皆さんお疲れ様でした。チャンネル的には3度目、実質4回目ですか。4回目です。ネクストチャレンジはある。どんどん遅くなってくる。どんどん遅くなってくる。じゃあおじさまたちの挑戦は続きます。はい、頑張ります。